俺たちがエルデンリングだ。皆さんこんにちは。RTA in Japan 2024サマー最終日、惑星ルビコン3を焼く前に黄金時を焼いていこうのコーナーです。よろしくお願いします。アーマードコア6をお待ちの皆さん、耐えてください。まずは自己紹介から。解説は私、みこなし限界婚活男性犬のスナイヌです。好きなものはルーテルの位牌、嫌いなものは腐敗毒です。よろしくお願いします。今回ですね、技術解説の方お呼びしております、釣り目インサニティさん、お願いします。どうも皆さん、はじめまして。釣り目と申します。このカテゴリーの奏者をしておりまして、今回はですね、我々奏者にとって、速さの概念そのものでございますボルトイフォー大先生の走りを僭越ながら解説させていただきます。はい。好きなものは武器の情報修正、嫌いなものはその他不具合の修正です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして奏者は2年前にエニパーセントのグリッチレスカテゴリーを走られたボルト F4 先生です。先生お願いします。はい、ボルト F4 です。好きなものはエルデンリング、嫌いなものもエルデンリングです。はい、今日は大好きで大嫌いなこのゲームを破壊しに来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではありがとうございます。ではゲームを簡単に紹介させてください。エルデンリングといえばキングスフィールドやシャドウタワー、そしてソウルシリーズの系譜です。絵画のように美しいオープンワールドを探索する死にゲーアクション RPG の金字塔ですね。今年大規模 DLC が発売され、今とても盛り上がっているゲームです。キャッチコピーは王となれ。というわけで、これから王を目指していく人を、こちらなんですけれど、これ何ですか？これはポチタですね。ポチタって、チェーンソーマンのポチタ。かわいいポチタですね。いや、はい、オレンジの全裸中年男性にしか見ないんですけど、ね、はい、ポチタですか？はい、はい、そっか。まあ、いろんなところから怒られそうですけど、まあ、オレンジですしね。じゃあ、多分話しても無駄なんでカウントダウンしましょう。5カウントでお願いします。5、4、3、2、1、グッドラックです。はい、では釣り目さん、まずは今回のカテゴリーご説明いただけますか？はい、今回のカテゴリーはですね、Any% と呼ばれておりまして、さまざまな手段を駆使してとにかく早くエンディングに到達するというカテゴリーです。で、今回の奏者の、オルト F4 先生はなんとこのカテゴリーで世界1位の記録を持っておられます。おー、それはもう期待できますね。そうですね。ですので今回は、完璧という概念を体現した素晴らしい走りが見られます。すっげーハードルの上げ方なんですけれども、なかなかないですよね。ここまでハードルを上げて走る男、これがやっぱ王たるゆえん、世界1位の王ですからね。めちゃくちゃオレンジだな。やっちゃったわこれ。やべ、マジか。今死にましたけど。この人本当に王の資格あります？いいか、世界1位でお前もう船降りろよ。いや、今のいいんですか、スリメさん、これ。今のは、手垢のついた茶番でございます。いわゆる負け入れですね。はい、今回 RT ですので、タイムのために速やかに身を投げました。いや、さすがですね。もう速さのためにわざとだったということ。いや、さすが王です。いや、本当に貫禄のある飛びっぷりでした。はい、いや、もう私分かっていました。とも、いや、もうさすがですよね。もうジャンプの一個一個のキレがね、もうすごい。うん。で、ちなみにこれなんでこんなにぴょんぴょんしてるんですか、これ。いや、です、こっち向くな。はい。はい、すいません。このジャンプ連打にはですね、移動速度を上げる効果がございます。はい、具体的にはですね、はい、平らな地面もしくは傾斜30度以下の上り坂ではジャンプをした方が早いというのが示されております。なるほど。地形に、はい、全ての地形ではなくて一定の条件で速くなる、そういう行為なんですね。ありがとうございます。そうですね。そういえば、なんか前回もね、かなりぴょんぴょんしてましたよね。まあ、結構その地に足ついてないなと思って見てたんですけれども、まあ、今回もそういう感じでやらせていただくということで、なんかオレンジの人がぴょんぴょんしてるんだよな。
あ、ちなみに今回ってそのエニパーセントということなんですけど、前回のグリッチレスとはどう違うんでしょう。はい、今回のカテゴリーはですね、エニパーセント、つまり何でもありですので、移動や戦闘においていくつかのテクニックですね、日本語では技術、テクニックを使っていきます、うん、はい、はい、そのため、タイムはグリッチレスの約半分となっておりますではどんなテクニックを使うかについては乞うご期待ということで。いや、相当テクニックなんでしょうね、それはね。時間半分になるテクニックですからね。テクニックですよね、それ。はい、はい、まあテクニックならね、まあ、まあ問題ないか、うん、お、来ましたね、関門前の祝福。ここで来ますよ。あんま来ねえな。あ、来た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 。メインヒロインのメリナが出てくる。メリね、そうですね、ここで出てくるのはとっても可愛い、みんなのヒロインメリナなんですが、なんと世界一位のオートヘフォー先生はあまりメリナが好きではないとのことです。そう、え、あの大人気ヒロインのメリナが好きではないメリ、え、ちなみに、だってこの前やったエルデンリングのガチ受け禁止 RT 大会でも出場者4人いて、4人中6人が満場一致でヒロインはメリナって投票してたんですよ。おかしくないですか。そうでしたね、はい、あの Google フォームを用いた公正な方法で投票を行ったのですが、うん、メリナの得票率が見事 150% となりました。 150% でメリナがね、もう1位だったメリよね、うん、いや本当にびっくりしました、まあ、さて少々お散歩タイムなので、まあ、コメントとか拾っていきたいなと思うんですけどね、まあ、ヒロインの話とかラリーが不正を訴えてるコメントがなんかありますね。コメントが早すぎる。いや本当にでも4人中6人だったからしょうがないというかそうですね、しょうがない、しょうがないとしか言いようがない。そうだったんだもん、まあ、はい、RTA 奏者って、メリダしか会ってないんで。まあそうですね、ここであの最初のテクニックが始まりますのでご注目ください。テクニックが始まってます。テクニックですね、はい、あこれは今馬が土俵際でちょっと粘っていますね相撲してるんですかこんなところで、まあ、日本の国技ですからね。国技ですからね。ああなんかお馬さん落ちていきましたね。あちょっとんお馬さん呼び出して、あいや、これってテクニックなんでしたっけ。これはペガサスと呼ばれるテクニックでして、はい、今実は馬を崖から落としていたのですが、はい、このゲームでは一度落下したものには重力が作用しないという仕様を有効活用したテクニックを使いました。あ、まあ、テクニックならしょうがないですね。テクニックですかね。そうですね、テクニック、はい、テクニックです、うん、なるほど、まあ、だいぶテクイカテゴリーだということが今ので分かったのかなと思いますね。まあ、良い子は真似しないようにという感じでしたね。お、ここで祝福に触れていますね。なんかアイテムを使った音がした。お、これはなんか空間にいますね。あれいますね、コンティニューして、あれなんかリエニエに来ました。ちょっと違う場所になっている。これ先生、これやってますよね。いえ、これは、テクニックですね。あ、はあ、はい、うん、ロングワープと呼ばれているテクニックです。はい、はい、先ほど実はですね、アイテムを使ったファストトラベルとマップ上でのファストトラベル、この2つを同時に行いました。そうするとですね、ゲームにおける例外処理をトリガーすることができます。その結果として全く関係のない場所にワープすることができるというテクニックです。ああ、なるほど、まあ、テクニックならしょうがないですね。いや、なんかすいません、なんかもしかしてあれしたのかなと思って、いや申し訳ないですいやいやいや、これはあのオートイフォー先生が自ら手作業で入力している人間の温かみのある、
職人がね一つ一つ丁寧に吸入力したオーガニックなテクニックですからね、これはね。もうそうですね、もう伝統工芸です。いやね、もう添加物一切なし。いやー素晴らしいな、やっぱり技を感じます。さあ今、この人ですね、学院レアルカリアを目指して、こんなところまで来ている状態です。さあここで学院の奇跡鍵という鍵を取りましたね。はい、この鍵はですね、ここの学園の南門から、正門へテレポートするために必要になってきます。あ、今学院に入りました。照明玄関のところに入ったという感じですね。ここから夢の学生生活が始まるってわけですね。そうですね。なんでいつの間にか服着てんだろうな、ちょっとなんか気になっちゃうな。あ、なんか、あ、なんか、なんかやってますね。これは先ほどと同様、そうですね、ペガサスのというテクニックの仕込みをやっております。あ、また、あのテクニックが、はい、日本語では技術技術が行われて、テクニック感じる。いや目の前岩ですよ。灰色の空間が広がってる。一足つけるとそこは学院でした。これ裏口入学なんじゃないですか。大丈夫ですか。いやでも魔術学院の先生方もこれを見たらワオイツマジクスって、マジックなしゃあないか。魔術学院やもんね、大歓迎やんな、ね、食べられてますね。これミスじゃないですか、やっぱりやっちゃいましたね。あーマジか、王としての自覚が足りないよね、もう本当。黄金鳥帰る、練習したんだけどな、マジか。はい先生、これは鶴見先生、これは大丈夫ですか。あ、これは別に特になんか面白みとかはない想定通りの仕様でして、はい、先ほどの敵乙女人形に食べられることで、ここ火山館にワープができるというわけです。はい、そういうルートですね。私も初見でこの火山館に飛ばされたんですけれども、視聴者の皆さんはこのルート行きましたか。あ、ちなみにですが、奏者のオートエフォー先生は初見ではそもそも火山館にいらっしゃらなかったとのことです。いやー、ちょっとラリにも会ってないし火山館にも行ってないし、一瞬目この人本当に何してたんだろうなと思うんですよ。まあスピードラン、そんなにエルディフリンク遊んでたんかみたいな、そんな気持ちがありますよね。すいませんすいませんとすいませんって言われたのか、なんか はい、いやいいんですけどみたいな。はい、ここで祝福に触っています。はい、おっと、ここで、はい、はい、そうですね、とある NPC がメリメリ話しかけてくるのですが、特に用はないので、はい、無視をしてきます。なんかメインヒロインの扱いが広くないメリか。まあタイムのためにはしょうがないメリですね。しょうがないメリですか。はい、じゃあいいメリ、はい、あ、また空間行ってる、ね、さあ労働し直してここからどうなるか。いや火山館の正面に来ちゃうんですね。はい、はい、ここでですね、テクニックを連続して使っていきます。テクニックをね、はいはい、テクニックでございます。ということは、そうですね、はい、ということはまだ何かが起こってしまう。あ、なんか馬が止まっていますね。ああ、なんかさっきから2回ぐらい見た行動をしています。そうですね、補足説明なんですが、このゲームというかこのバージョンだと馬から降りながら速攻でタイトルに戻ると、この汗びと操作キャラと馬を分離することができるんですね。なるほど。これを用いて馬だけを落下死させることができるというテクニックです。突然うなってる人がいる。さあ馬で崖を登る、
まあ、テクニックですからね、しょうがないですよね。テクニック、テクニック正しい発音はそうですね、言ってくださいよ。はい、あ、テクニックの正しい発音はテクニックと言おうとしたんですが、もうタイミングが悪いので面白くないですね。どうしたんですか急に。お、ここで火山館の奥やってきました。デミゴッドボス戦ですが、お、なんかアイテム取ってスルーしましたね、はい、そうですね、実は、メニューに隠れていましたが、あ、マップに隠れていましたが、今回の、メイン武器となるオロチ狩りをここで入手しました。うん、なるほど。これはですね、前回の RIJ でも大活躍した武器ですが、うんうん、今回はかなりテクイ使い方をしますので、注目ポイントです。かなりテクイ使い方をする。まだなんか悪いことするってこと、はい、なんか言いました。いや、なんでもない、テクニックですからね。テクニック、まあ、通信トラブルですかね。ああ、失礼しました。はい、はい、すごく地味に気になるんですけど、なんでこの人また脱いでるんですか。暑いんで。暑いからか。はい、じゃあしょうがないか。いや、暑いからでは済まされない現象が目の前で起きてるんだよな。なんか見えますね。そうですね、ここは四小路と呼ばれる場所なんですが、ここにはですね、ワールドの各地に飛ぶことのできる転送門というのがいくつかありまして、とある理由によりRT奏者からこよなく愛される場所となっております。あ、なるほどね。 RT 奏者に愛されているということは、すなわち何かがあるんでしょうね。まあそうですね。さあ、四小楼のうちの一つの宝箱、これは先生、これは今の開け方何点ですか。これは55点です。55点。55点、はい、はい、45点はどこで、ちょっと今宝箱の蓋の上でちょっと不適切な、うん、あの挙動が見られましたので。不適切だけど、はい、申し訳ございませんが。はい、なるほど、厳しいな。精進いたします。そう、あの宝箱の開け方によって結構あの短縮要素があるというところでしたが、まあ、今回ちょっと55点でしたね。こうなのにな。すいません。さあ、何か今ちらっと見えましたね。お、崩れゆくファルムアズラ先生、これは、あ、これはもうもちろんテクニックでして、はい、何が起こったかと言いますと、最初にワープした場所が、このラストダンジョン、実はこれもうラストダンなんですが、うんうん、この外部にあるダンジョンをチラ見せするだけの場所でした。ですが、ウロングワープを使うことで、都合のいいことにこのダンジョンの内部入り口にワープできるというテクニックです。あ、なるほど、もうテクニックを使ってラストダンまで来ちゃったっていうことなんですね。はい、はあ、まだ本当にボス一体も戦ってないんですけれども、もうラスダン。そうですね。ですがこの、ダンジョンの後半からボス戦がついてきます。お、ですので、はい、このボス戦で使う、この後使うテクニックについて、うん、少し細かいですが、解説させていただきます。お願いします。はい、まず前提としてですね、このゲームでは武器で攻撃を行っている間には他の武器に装備を変更できないという仕様があります。うん、つまりですね、メニュー画面で武器のアイコンが不透明になってしまい操作を受け付けないんですね。うんうん、ですが発売約1年後にですね、ある儀式を行うと攻撃中に武器を変更する猶予が生まれるということが明らかになりました。ほう、何をするかと言いますと、敵に背を向けて刀を構えてそのまま敵の方に180度回転します。うん、するとなぜか武器変更が可能になるタイミングが生じます。ではこれを利用して、無理やり武器を変更するとどうなるかということなんですが、これはゲーム的にはやや想定されていない挙動ですので、武器のモーションと当たり判定、やや、ね、はい、この2つについてある種のプログラム上の初期値に当たるものを呼び出すことができます。はい、その結果として、なんというかパーティーゲームが始まるということです、ね、パーティーゲームが始まる、はい、パーティーナテオです。あ、パーティーの王になってしまうということですね。はい。なんで脱いだの？パーティー。暑いんで。
パーティーって聞いた瞬間に脱ぎ始めたな。さあ何が行われるのか皆さんぜひ注目してください。ここからっすよ、ここからですよ。なんだそれ、ちょっと待って、知らない、知らない技を使ってきた。まあ、パーティーですからね、敵もかなりテンションが上がっています。さあ始まります。神肌の2人、これ ちょっとまずい。リカバリーできるか。いや、あ、なんか熱い目にね。まあ大丈夫。出た。ああ、ああ、何かとんでもないことが起こっている。これはこれがテクニックをなせる技なのか。かなり職人の気概を感じます。あー、神原の2人が一瞬でこう振られてフィニッシュ。先生、これは今のはやってますよね。今のはですね、はい、専門用語ではムーブスワップ、通称ではチェーンソーと呼ばれるテクニックです。チェーンソー、はい。何が起こったかと言いますと、今のメニュー操作によって通称ピザカッターと呼ばれる他の武器の、うん、他の武器のモーションと、うんうん、オロチ狩りが特定のイベントのみで発揮する強力な当たり判定、うん、この2つを呼び出していました。なるほど、今のがチェーンソーというテクニックなんですね。ということは、はい、ポチタだったのはチェーンソーマンのフラグを回収したってことですか。そうですね、もう原作もびっくりの伏線回収ではないですね。すいません。あの、怒られそうな気がしてきたな。はい、藤本先生、申し訳ございません。というわけで、素晴らしい近代テクニック、チェーンソーでしたね。やっぱり最近の王はね、チェーンソーくらい持たないとね、やってられませんよね。そうですね。これ、パラメーターで筋力を大幅に、筋力しか上げていない。完全に脳筋。潔いですね。さあどんどん進んでいます。はい、でこの後のねスキップがとても皆さん注目です。皆さん刮目してご注目ください。お、ここです今のは。このスキップはですね、オルトイフォー先生が自ら提唱したもので、このダンジョンの大部分をスキップすることができるのですが、なんとその名もオルトイフォースペシャルと呼ばれています。すごい、フォースペシャル。すごい、あの地味な見た目で自分の名前を冠してスペシャルをつける。つけたのスナイヌさんなんで。バラさないでください。はい、あのオルトイフォースペシャルって呼んでるのこの3人だけですね。そうですね、非常にグローバルな用語ですね。グローバルですね、共通認識ですからね。はい、はい、でこのあとですね、マリケス戦というボス戦があるのですが、ここが一番のリセットポイントとなってきます、うん、というのはですね、第1形態と第2形態両方でチェーンソーを成功させる必要がありまして、これがとても難しいです。はい、皆さんぜひお祈りをお願いします。かなり難しいポイントですね。さあやっていきましょう。マリケス戦、まずは第一形態獣の主宰、チェーンソーが成功しない。もう一回成功した。ここからのガンガン削れていく。難なく第一形態クリア。さあここからです。チェーンソーが再び成功しないと瞬殺されてしまいます。成功するか。やばい、これやばいぞ、やばいぞ。いけるか。来た来た。あー、いやー下手だな。これはドンマイ惜しかった。
そうですね、あのこの戦闘の特に第二形態が難しくてですね、開幕の第1回目でチェーンソーが成功しないと今のように局面がかなり難しくなってしまいます。本当に成功させるのは、まあ、テクニックですからね、難しいテクニックを成功させないと逆にこちらがやられてしまうという、本当にそういう背水の陣で挑んでいる、そんなカテゴリーになっています。さあもう一回行きましょう。いや大丈夫大丈夫、まだ1回目、いやまだ2回目、まだ2回目10回まで死んでるからそう、初見時と2回目であの最初のマリケスの位置が変わっちゃうので、それちょっとやりにくくなるんですよね。ああなるほど、ああ来ちゃうのね。さあランスに嫌われているが成功するか。あーやばい、あっとまずい、本番の魔物が、おっ、来た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 、よし、とりあえず第1形態クリア、第2形態はよーし、いけた、ナイスチェンソーこっちに来るなというわけでチェーンソーを見事に2連続で成功させてこっちを見るなクリアしていきましたマリケス戦。さあここでバルムアズラをクリアしたので、本当のラストのラスト、ハイとローデユにやってまいりました。ここからですねお散歩のお時間が始まりますので、まあ、コメントの皆さんとの雑談とかしていきたいなと思っています、はい。まあ、今年 DLC が出ましたんでね、エルデンリングは皆さん DLC 楽しんでますか。ちなみにあの RT もやっぱり DLC で盛り上がってるんですかね。そうですね、最近はさまざまなテクニックも開発されておりまして特に最近あのとある海外配信者の方がいわゆるバウンティーという、賞金付きの RTA のコンペを開催しておりまして、なんと賞金は最終的に1万4000ドルとなりました。1万4000ドル、え、今って日本円でそれいくらぐらいですか。だいたい5000兆円ぐらいですね。5000兆円あまりにもあまりにもちょっと単位がぶっ飛んでてちょっとびっくりしちゃいましたけど、5000兆円も出るのか、賞金すごいですね。まだ DLC をやっていない、やれやれいや DLC めちゃくちゃ普通に面白かったんで、ぜひ皆さんも、ね、やってもらえればなと思いますね。もうダメだ、もうコメント欄が5000兆円しかないもん。今なんか木登ってますけど、これは、あ、ここはですね、あの本来であればあのギデオンっていう話の長い成人男性との戦闘があるのですが、なんかめんどくさいので木登りをしてスキップをしましたスキップされちゃいましたか、まあ、しょうがないですね、木があったら登っちゃいますからね。そうですね、あ、そうなんだ、円安が進みすぎて5000兆円はいっちゃうんだな、あ、そういうことか。そう、やってまいりましたね。なんかそれっぽい扉が見えていますけれども、いや、何があるんでしょうね。なんかしてますね。なんかしてますか。いや別に何もないですけど。ああ、通信トラブルかな。あ、なんか通信トラブルっぽいですね。今床が透明でしたから。なんかいますね。あ、これはあの暑いので公園で涼んでいるおじさんです。あ、たまにたまにいる、トラスれてる人たまにいるよね。たまにいますね。はい、ここラスボスのリレー戦でして、それぞれをチェーンソーで2回仕留めますさあ行きましょう、黄金率ラダゴン成功していく、落ちたのチェーンソーがラダゴンの身を切り裂いていく、一瞬で撃破、ドヤ顔していく
さあここから最後のエルデの獣を。あやばいこれ。ちょっとちょっとうまくいかなかった。もう一回やっていきましょう。いやー雑魚すぎるな。ちょっといや全然大丈夫。さあもう一回いきましょう。黄金率ラダコン。チェンソーが成功していく。何度見てもラスボスの実が一瞬で粉々に砕かれていきます。腹立つなこいつ。さあそして最後エルデの獣は成功していく。セーフ。危ねえ。向こうのボディ一発でも食らえば普通に死んでしまうんですが、一気に戦争でフィニッシュです。いやこっちに来るなって。ちょっとはしゃいでるね。さあもうそろそろタイマーストップですね。これ像に触れて、はい、タイマーストップです。ジージーグッドゲームでした。いやー素晴らしい走りでした。まずは完走した感想をお願いしたいんですけれども、走者のオルトイフォー先生お願いします。はい、もともとこのカテゴリーがメインカテゴリーだったんですけども、DLC が発売して、このカテゴリーで走るのももうないかなと思った、思って、挑んだんですけども、ちょっとあれですね、3点ですね、3点。一発勝負なんで仕方ないんですけど、走りに関しては3点でしたね、はい。で残りの97点は、97点はちょっとね、いろいろあったんで。はい、はい。2022年の走りと続いて、結構準備とか、本番も楽しく走れたんで、いい思い出になったかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや素晴らしい走りでしたよ。3点ではない、3点だと走りきれてません。いやありがとうございます。ありがとうございます、はい、では続いて釣り目先生いかがでしょう。今回3点ですかこれ。あそう、あいや僕としては73点ぐらいかなって感じです。上がったね。上がりましたね。そうですね、ボス戦での、はい、ミスなどありましたが、完走できたということで。そうですので、我々は後で7300円を寄付します。残りのね。はいはい、ありがとうございます。さあそれではあのお二人、つみ先生ですね、宣伝とかいかがでしょう。あそうですね、あの宣伝とかではないんですが、2つほどお伝えしたいことがございまして、1つ目ですが、今回の RT で使われたテクニックですね、これは過去のバージョン、1.02、1.03 のみで使えるものとなっております。現在のバージョンでは使えません、これは念のため強調しておきます。で2つ目ですが、先ほども話題になりましたが、DLC の発売によってですね、エルデンリング学会は現在とても盛り上がっております。もしですね、今何が起こっているのかが気になる方がいらっしゃいましたら、海外のものですが、いわゆるソウルゲーのディスコードサーバー、ソウルズスピードランというものがあります。これはですね、スピードラン .com のエルデンリングのページから簡単に参加できますので、エルデンリング RT の今が知りたい方はぜひジョインしてみてください。実際ですね、RTA の情報を追っているだけでもとても楽しいと思います。私からは以上となります。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい技術解説本当にありがとうございます。では最後に私から2点なんですけれども、エルデンリングのガチ吹き禁止 RTA 大会、今まで2回やっていまして、第3回やりたいなと思っていますという話を3人でしていました。 DLC を入れたルートでやりたいですね。またあの 10月ぐらいに、企画したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。見てもらいたいですし、そして、エルデンリングの RTA を走る方ぜひご参加ください。お願いします。そして11月の頭、11月2日から4日の3日間はジョーズプレイヤーズシャープ04を大阪でオフラインでやります。 RTA を中心にたっぷりみっちり3日間
現地参加がとっても楽しいイベントにしたいと思っていますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。何卒。はい、というわけで、エルデンリングの RTA こちらで終わりたいと思います。 DLC に向けて皆さん例の呪文を一緒に唱えていきましょう。いいですね、皆さんご一緒にどうぞ。いきますよ。トレースデュオウヌスニーヒューニーヒューニーヒュー